セアトはスペインを代表する大衆車メーカーだ。資本関係ではフォルクスワーゲングループに属するが、その個性的なデザインはフォルクスワーゲンにはない魅力を放っている。アルファ156をデザインしたワルター・デ・シルバもチーフデザイナーとして在籍したと聞けば、それも納得がいくだろう。そのセアトは伝統的にスペインの地名を社名に使っている。イビーザはアローザと並んでセアトのベーシックラインナップを形成する小型ハッチバックだ。このイビーザにはフォーミュラレーシングのイニシャルを取った FR と呼ばれるスポーティーグレードもあるが、スパルタンなモデルの代表選手は2代目イビーザで初登場したクープラである。2002年、イビーザはフルチェンジを果たし、クープラも第2世代へと進化した。ボディバリエーションは3ドアハッチバックのみ。そのスタイリングは個性的で、特にディフューザーのようにヒップアップしたテールエンドは独特の迫力にあふれている。エンジンは 1.8 リットルで183馬力を発揮する直列4気筒5バルブ DOHC のガソリンと 1.9 リットルで160馬力を誇る直4ターボディーゼルの2つ。このクラスで1リットルあたり100馬力を超える車は世界中を探しても、おそらくホンダのタイプ R 軍団とこのクープラしかないだろう。クープラはこのエンジンをフロントにマウントして前輪を駆動する。 20VT というグレード名を与えられたガソリン仕様のパフォーマンスは最高時速229キロ、時速100キロまでの到達時間が 7.3 秒という過激なもの。その性能を確かなものにするため ABS、TCS、ESP が標準。タイヤは205/40R17 という超扁平タイプである。ラテンの血をたぎらせる高性能ホットハッチだ。